はい、皆さん、まいどまいどー。MO さんのコメントね。道路工事でガタガタになったアルカリを、まあこれ酸性の宿毛強制の話だね。ガタガタになった表面がね、毛皮皮がね、ガタガタになっちまったやつをね、まあローラーで鳴らすというかね、酸性の薬剤で鳴らすっていうの、表面を。まあそれでね、サラサラ感を出す。やっぱアルカリの毛染めとかで、やっぱり表面のキューティクルが開いちゃうんかね。でもアルカリで開いてもさ、乾けば、 水分が抜ければ、ペハっていうのは中性に戻るよね。なんかアルカリの残留物かなんかあるっていうか、わかんねえな。でもこの辺の科学の話はね。まあでも、結果、アルカリでね、ガサガサになったやつが酸性宿毛縮教かけると良くなることがあるっていうことが、ねえ、事実であるんだよな。まあ原理はわかんなくてもね、結果がわかればいいんだよね。 中途半端にさ、原理をさ、考えて、なんか組み立てていくとさ、また昔のさ、宿毛矯正とコテパーの関係みたいにね、関熱、乾かした熱で、形状記憶でパーマかけるんだ、みたいにね。まあ、デジタルパーマもそうだったよね。乾かして、ね、パーマをかける。熱で形状記憶じゃないけどね。あれは結局それで失敗しちゃったよね。原理の間違いでね。 デジタルパーマーはね、湿った状態でね、巻いてね、濡れた状態で巻いて、そこをね、加温すればいいだけの問題だからね。温度なんか細かいことは関係ねえんだよね。ぬるくちゃかかんねえし、熱ければ乾いちまうし、ただそんだけの問題でね。ほどほどの温度で十分ってことだよね。それ原理がわかんないでみんなして、ああでもね、こうでもねってやって、うん、失敗する店も多発しちゃったんだよね。今は、どうやってんのかなシスティアミンでかけるのが多いのかな システアミンで、なんか、熱かけて、カリカリにかけちゃうかけてるんじゃねえな、痛ましてんだよねカリカリにね。でも、形状記憶はしてるんだよね。で、濡れてると柔らかいけど、乾くとバリバリみたいなね。いいんだか悪いんだかわかんねえな。まあ、うちはね、デジタルパー待したら毛染めしてる人、ゆるくかけるときだよね。酸性の薬でね。そうするともう、バリバリになることはないよね。やっぱり、ゆるいぐらいで心配なぐらいだよね。そんでもいいって言うから続けてるけど。 デジタルパーマーも何がいいんだかわかんない。システアミンのデジタルパーマーは。ーんあんまり関心しねえな。なんか、カリカリにかかってるっていうか、まあ、ゴワごゴワになってるよね。髪の持ってるしなやかさが全くなくなっちゃってるもんね。まあ、それで良ければいいってんだからね。まあ、知らない。本当に知らないって感じ。あと、MO さんのコメント。ロレアル、パリ、私はその価値があるからって、コマーシャル。 あった気がします。川原あ子。まあ、ロリアルのね、イメージキャラクターにね、川原あ子がね、選ばれたというだけでね。川原あ子がね、ロリアルで染めてるかったらそんなことないよね。それこそさ、ナブラで染めてるかもしんないよな。普段行ってる美容室で。へっへっへ。ま、でもこのコマーシャルキャラクターってのをさ、力ってのは偉大だよね。もう自分もね、鼻炎薬アレジオン青いパッケージのね、青いスーツのお姉さんがね、爽やかにね、 仕事してっからね。会議してるコマーシャルとかあったね。あれ見て騙されて買ったかんね。その、ね、青いお姉さんが果たしてアレジーを飲んでるかって言ったらそんなことないよな。飲んでないよな。絶対にな。医者かなんかでなんかもらってんじゃねえの薬。ま、でもさ、一般用のさ、ヘアカラーと業務用のヘアカラーってのは違うよね。自分が感じるのはね、一般のさ、そこらの、あの、ほら、ドラッグスターで売ってる、 家庭用の部屋から、あれはね、地肌に優しく、髪には、ちょっとダメージがあるかな、みたいな感じで、色が冷めやすいだけど、地肌に安全っていう感じがするね。業務用っていうのは、地肌に対して刺激が多少あるけども、しっかり染まるで、もって、今、まあ、なるべく傷まないようにっていうのかなで、さっき MO さんが言ってた、毛染めとか色が薄すぎて一週間で抜けるっつったらさ、 家庭用は2週間くらい持つんだよ。それより悪いじゃんってなっちゃうよね。ということでね、パンマー巻き終わったね、CMC のハードだね。H タイプってやつが。まあ、3分まあ結果はね、緩めにかかったからね。ね、緩くて取れなきゃいいなって感じ。はい、お疲れ様でした。